ワンコ猫の福助。わけあって飼い主がいない福助。一人ぼっちでお腹を空かせ、町をふらふらさまよっていました。あ、なんだか美味しそうな匂い。きっと食べ物だ。どこからか漂ってくるいい匂いに福助は走り出しました。車に跳ね飛ばされてしまった福助は息をするのも苦しそう。誰か大怪我をした福助を早く病院に連れて行って。命は取り留めたけれど、一人ぼっちの福助をかわいそうに思った動物病院の先生は一生懸命もらってくれる人を探しました。でもずっと一人ぼっちで怖い思いをたくさんしてきた福助は誰も信用することができません。福助をもらってくれる人はなかなか現れませんでした。そんな日が続き、福助は動物愛護センターに引き取られることになりました。動物愛護センターに移ってからも福助は相変わらず怖い顔。きっと誰かにいじめられたのでしょう。それでもセンターの職員さんたちは毎日根気よく優しく福助の面倒を見てくれました。新しい環境にも慣れ、2月ほど過ぎた頃、職員さんたちは福助の表情が穏やかになっていることに気がつきます。世の中には優しい人もいるのかな。信じて甘えてもいいのかな。福助の心にはそんな温かい気持ちが広がっていたのです。センターにやってきてからすっかり穏やかになった福助。実はゴロンとお腹を上にして撫でられるのが大好きなワンコみたいな猫なのです。ついにそんな福助を引き取りたいという人が現れました。新しい飼い主さんにもすぐ慣れ、毎日ゴロンとお腹を上にしてはなでなでなで。よかったね、やっと慣れたね、ワンコ猫の福助。